こんにちは、キズナあかりです。少し前のバックアップから再開することにしました。もう絶対にビニースなんか行きたくないです。クエストも一度行ったのでクリアってことにします。モッド自体削除したくなってきた。さて、次のクエストはエリトラの入手です。また精神的負担が大きいクエストです。エンドシティは遠いので、ここで飛行速度を最大にします。前回お見せしなかったので、ここでこの装備の進化を発揮です。ほえーすっごい速い。これにはサラマンダーもびっくり。よし、エンドシティを探しに行きましょう。ありまし、だけど、え、これだけ？まさかエンドシティもスカイブロックになってるの？さすが、徹底されている。でもここにはエリトラがあるエンドシップはないですね。もっと探さないと。隕石がありました。これはドライボで追加されるもので、ドラコニック鉱石が多めに埋まってます。それより、見た目がとってもかっこいいです。そういえば、エンドストーンってここにしか生成されないですよね。結構貴重。ようやくエンドシップを発見できました。まさに空に浮かぶ船って感じですね。その船へを漕いで行け。で、この船の中にエリトラがあるので、特攻します。エンダーさんは目を合わせないと襲ってこないですし、シュルカーさんはちょっとお茶目で可愛いですし、船も浅いですし、怖い要素なんてないはずなのですが、怖いものはどうあっても怖いんです。それがビビリの精神。おっと、シュルカーさんの先制攻撃。あ、この弾って、追尾するんだ。まあ全然ノーダメージですよ、ノーダメージ。降ってきたシュルカーさんはどこだ？ああ、あれですね。最強の弓の餌食になりなさい。さあ、こんなんで尺を浪費してもいけないので、そろそろ突入しましょうか。ちゃんと船の構造もエリトラの場所も事前調査済みなので、一直線に向かいます。よっこいしょ。このプルパーブロック、建材としても使えそう。まあ私はエンドシティを想起するので使えないですけど。はい、ありました。エリトラです。門番のシュルカーさんを倒して、ささっとゲットして帰ります。額縁からアイテムを取り出す操作がどうも苦手だ。どこを叩けば一発で取り出せるんですかね。チェストにはバイオームクリスタルなるものが入ってました。これでバイオームの書き換えができたりするのかな。バイオーム関係のクエストもあったような気がするので、それで使う機会もあるかもしれませんね。誰かさんの生首が入っていたような気がしますが、それは気にせず帰りましょう。楽勝みたいに見えますが、ビニースの剣もあって精神疲労が大きいので普通に辛かったです。次のクエストに行きましょう。次は再チャレンジ。ドラゴンの卵を孵化させて育てます。このページ唯一の癒しクエストです。溜まった疲れを取りましょう。というわけでエンドラさんを育てるための区画を用意しました。一応エンドラさんなので、厳重に二重扉で隔離しています。と言いつつ、天井には穴を開けてるんですけど、と言いますか、かなり禍々しい色をしています。この壁材は黒曜石をチゼルで加工したものです。耐久性というより見た目で選んでおります。この広い空間で育てましょうね。今後のクエストのことも考えて2匹育てます。大人になるまで1時間別のことをして待ちましょう。倉庫のリニューアルをします。ドロワーでは賄いきれなくなって溢れ出てるアイテムが多数出てきましたので。黒曜石チェストを作りので、クアンタムストレージユニットを作りました。本来のレシピはこんなに重くないです。数が多くなるアイテムをクアンタムストレージに移行します。と言っても中身の移動は時間がかかるので、そこは放置で、これで20億までなら溢れずに保管できるようになりました。これを満タンまで埋めるクエストもあるんですけど、どうやったら達成できるかな。地味に倉庫整理には時間がかかったので、その間にエンドラさんが育っていました。おっきいな、というか青色ですね。ウォータードラゴンってなってます。なんか特殊な能力でもあるんでしょうか。それでエンドラさんって魚が好物でしたっけ。魚一匹も持ってないです。また今度一緒に空の旅をしましょう。クエストクリア。このページも全てクリアです。ああ重かった。エイジオブトラベラーのクエストに入りましょう。これは RF ツールズのディメンション関係のクエストです。まず最初のクエストですが、実はこれはすでにクリアしています。書いてある通り、エンダーマンからのドロップで、ディムレッドパーセルというものがあります。かなり前からすでに入手しているのですが、数がもっと必要になるので、エンダーマントラップを作ろうと思います。そのための区画を用意しました。エンドトラップの話は、お流れです。代わりにエンダーマンのスポナーを作ります。
ソウルサンドと金をアロイスメルターで処理してソウラリウムを作ってスライスエスプライスを作りました。スライスエスプライスは斧とハサミを使ってモブの頭と材料をあれこれを加工して電子回路を作り上げる装置です。なんともまあ倫理観なんて彼方へと放り投げた装置ですね。ほい、Z ロジックコントローラーを作りました。そしてパワードスポナーを作りました。電力で動くスポナーですね。と言ってもこのスポナーはまだ空なので中身を入れなければなりません。前回取ってきたブレイズスポナーを使います。設置してささっと破壊します。これで壊れたスポナーが手に入ります。一緒にアクチュアリーアディションズのスポナーのかけらも手に入ってますが、こちらについてはよく知りません。この壊れたスポナーをパワードスポナーと一緒に金床で修繕します。なんてことをしたらブレイズスポナーが手に入ってしまいます。中身をエンダーマンに書き換えないといけません。ほい、ソウルバイアルを作りました。この中にエンダーさんの魂を封じ込めます。そしてソウルバインダーを作ってスポナーの中身を書き換えます。稼働には経験値が必要です。聞こえますか？稼働音がとっても怖いです。エンダーさんの悲鳴のようにも聞こえる。そして稼働がめちゃくちゃ遅いです。はい、スポナーの中身がエンダーさんになりました。これをパワードスポナーと組み合わせることでエンダーさんのスポナー完成です。これで大抵のモブのスポナーが作れちゃうので便利です。設置して電力を送るだけで明るさに関係なく稼働します。最上級のキャパシタを入れているのでかなりの沸き効率になるかと思います。おお、沸いたエンダーさんは風で処理場へと送られます。処理にはドロップ増加をつけたマニュリンクリーバーをメカニカルユーザーに入れたものを使用しています。ドロップ増加がつくのでこれでディムレットもたくさん集まるはずです。といったところで今回はここまでです。次回から本格的にディメンション作成に挑んでいきます。ではまた次回をお楽しみに。